小林健一郎小林健一郎昭和四年一月は日本の教育家、政治家、後の延岡市長、鈴木健太郎の実父。明治時代の延岡を代表する教育者、政治家、衆議院議員として明治期の宮崎県の発展に寄与した。また、延岡の女子教育に大きく貢献した女児教者の提唱者であり、その総監督を務めた、1845年、 延岡の生まれ、半校広志業館で学んだ後長崎に留学し、その後東京の大学南校に学ぶ。帰郷後、広志業館ついで助天社の英語教師となる。星徹の勧めで自由党に入り、1886年、宮崎県会議員、1888年副議長、1890年議長、1892年には衆議院議員となった。 1887年の政府の民有林、国有化政策に対しては先頭に立って反対運動を展開し、県北の民有林を守った、県北民有林の父として有名である。その功績を称え、アタさ山の中原に共造が建立されている。銀次職後は、旧藩主である内藤正隆のカレを長く務め、延岡の発展に寄与した。 1929年1月に85歳で没。ありがとうございます。